僕も好きなんですけど、娘がすごい好きで、はい、なので最近すごく食べます。はい、よかったです。結構甘みが強いので、トウモロコシ の、 あの混ぜご飯みたいな、もろこしご飯みたいなものもおすすめです。それはちょっと食べたことないので、ぜひお試しください。トマトはありますけど、フルーツトマトはちょっとわからないです。そうですね。これから前線とか夏場でやっぱり疲労もたまってくるので、フルーツトマトで疲労回復したいなと思います。ぜひぜひ。あれ、そうです、うちの奥さんめっちゃ好きなんですよ。毎回食べてる。もう食べる。ちょっと試合前に抜け出して食べてください。いいんすかそれ。いい。逆にあそこで食べてるの、ね、逆にバレない。いるはずないって思ってるから逆にバレない。大好きです。あー、よかったです。山梨に来てたくさん食べるようになりました。あ、よかった。いただくものもあるんですけど、何や、美味しいので、はい、何個食べても飽きないというか、山梨に来てよかったなって思うところの一つかなと思います。ございます。それがキャプテン。いいですか。こんな感じで大丈夫でした。それがキャプテン。ラフな感じで。はい。全然違うし、いい。いいところ。めっちゃいい。そろそろあれじゃないですか。ちょっと土地探して家建てた方がいいんじゃないですか、中央市に。住民票変えますか。これ、中央市に。何でもありますね。それもあり。虫もなあり、遊ぶとこあり、最高ですね、千代市。千代市最高って最後。じゃあそれで千代市最高。ありがとうございます。